こんばんは。なんか暗いな。こんばんは。タコ、会いたい。お疲れ、ありがとう。画面が暗いのかな。こんばんは、こんばんは。なんだろうこのギフト、かわいい。牛牛かな。え、牛みたいなもらったけど、牛とロケットみたいな。ハートありがとう。なんだこれ、ボール。あ、短冊もらった、ありがとう。初めて見るギフトもらった。こんばんは、中村舞です。何ギフトなのかちょっと、あ、流れ星だ、わかる。短冊と流れ星は多分七夕だ。ちょっと牛はわからんけど牛ってなんだこりゃ。会いたい、ありがとう。牛、宇宙牛みたいな。こんばんは。ちょっと暗いかも。そう、こうしたら明るくなるかもこう画角の問題、どう、こうしたら光が入り込んで明るくない？明るくなった？違う、こう上を向けば。中村舞です、こんばんは。いい感じ。めっちゃ寝てたさっきまでずっと寝ててさ。そう、会いたい、ありがとうございます。そう、おはよう。おはようなんだけど、何時から寝てたかな。2時間ぐらい多分寝てた、うん、家帰ってきて。そう、おはよう。そしたらお姉ちゃんも寝てたから姉妹2人で就寝してた。おはよう。お風呂まだ、まだお風呂まだです。おはよう。だからまだね、脳が起きてないのなん、そう、脳が起きてません。皆さん、流れ星ありがとう。睡眠ランダムなんですよ。あのね、明日配信ね、できるかなって感じなんですよ。ちょっと言っとこう先に。できるかなって感じなので、なかったらごめんなさい。あの、朝はやってもいいんですけど、朝めっちゃもう5時とかにやらないといけなくって。そうで、そう、ちょっと夜に、5時しんどいよね。5時に通知来たらさ、うわってなるよね。なんか携帯が呪われました私の携帯の画面が固まってね、今。あれ？見えてますか？
フリーズした？え、私もフリーズしたんだけど。ただいま。呪われました携帯が。なぜでしょう。見えてるよ。嘘。本当？ただいま。ただいまんぼう。わ、何これ。すごいなんかタワーもらった。ヒョウさん、ありがとうございます。これ、ひこ星じゃない？絶対ひこ星じゃん。ひこ星もらった。ありがとう。ひこ星さん。お疲れ様です。ありがとう。わお。ヒョウさん。ちょっと、書いとこう。ヒョウさん。ありがとうございます。後日、お礼させていただこう。ありがとう、ひょうさん。もうそんな時期、七夕ですよ。え、7日だよね。7月7日だよね。7月7日？ 7 月7日か。一緒にやっと。さあ、ご自身に呼び出しません。さすがに。いや、そうなんよ。やけん、明日は、ね、できるだけ夜できたらするんですけど、なんかね、ここ最近、なんか夜できるだろうと思って、攻めてたら、大体押して、配信ができないことめっちゃあって、この間もそうだったんですよ。大丈夫だろうとか思ってたら、結局、なんかめっちゃ押して、あ、配信できなかった、ごめんねってな、そう、ちょっと申し訳ないですけど、夜なかったらごめんなさい。なんかそう、お仕事が終わる時間が、そうなんや。朝何時から OK か。5時だよ。でもさ、5時に通知来たらさみんなが怒ってフォロー外すかもしれん。ピロンなんだよ中村舞かよって、みんなが朝から朝5時に怒って外すかもしれん通知。間に合った。そんなことない。あ、なんかボールみたいな。ありがとう。みんなのスマホが壊れるかもしれません。通知で起きれないの、え、わかるよ。でも私、通知で来ましたって人さ、朝起きて通知で起きましたって人、本当に通知で起きるんかな、マジで。すごい、寝起きがめっちゃいい。通知で起こしてほしいって。いや、通知で起きる人いるんだよね。どんな音なんだろうどんな音かわかんないけどスヌーズ通知、私が早く起きろってちょっと嫌がらせあ、すごい、みんながなんか通知音書いてくれてるんだけど、ピロン、ブーン、ブーン、テレレレレン、ピロン、何これみんなの、ピヨン、あ、ピンポン、ピコン、全然わからん。わかりませんね、ちょっと。
通知音、え、分からん、携帯のあれによるんじゃない。振動がいけば起きそう。お洋服見せて、見えない。ちょっと白 T です。白 T です。ちょっと見せません。見せないっていうスタイルでやってます。顔見てください。下なんですか。下はあの短パンです。なんか伝えるスタイルなんで。履いてます。残念ながら履いてるんで、皆さんの期待には、はい、ちょっと答えられませんでしたが。美脚ですか。そうなんですよ、美脚なんですよ。自分で言えばね、あのただなんで言っときます。あんまりあれよね、自分から言う人もないよね、人に決めてもらうよね。尊い、ありがとうございます。おはよう、全身ツイート、あ、ツイート全身の写真、全身の写真あったかな。探してみるね。あったら全身のやつツイートするけど、なかったらごめんね。あんま全身撮らんないよね。お話し会で撮るぐらいかなあ。もう撮らんね、全身で。足だけでいいよって、なんでそんな、ちょっと、いや足だけでいいよみたいな、なん、いやこっちが嫌ですよ、足だけなんて。なん、ちょっとなんか、まあ妥協して足だけでもいいけどねみたいな。嫌やわ、足だけとか、なんでや。こっちが嫌よ、本当に。誰の足か、私の足ですよ。困りましたね。スカートロングで、ロングスカートでしょ。面白い、なんか今日のコメントが面白い。ああ面白い。ありがとう。みんなの趣味が。
なんか織あれなんだっけ、織姫か、うん、織姫もらったよねこれ。あれ待って、ありがとう、ちょっと待ってください。レックス超さんかな、出会いました、7月7日になる前にありがとうレックス調査ありがとうございます。まだ7日来てないんですけどね、出会いました2人が。フライングダメですよ、ありがとう。ちょっとあの明日の朝5時にはしません、あの呼び出し方式にさせてもらいます、ありがとう。リックス調査ありがとう。まいちゃんと七夕の次の日に会える。え、待って、8日？ああ、8日だ。お渡し会があるね。お渡し会。会いたい、ありがとう。 PR 舞台のですね、うんうん、有星ありがとう。七夕お仕事なんですか？そうなんですよ、お仕事です。もう7月はてか珍しいことに、もう6月ぐらいから、6月半ばとかぐらいから7月は予定がほぼ埋まってて、そうなんですよね、7月8月、もう8月の予定もめっちゃ、そうなんかいつも結構ギリギリなんですよ、なのにもうなんか決まってるのが多い。珍しい、珍しいよ、だって1週間後の予定とかわからん時あるよ全然。夏はね、なんか、まあ、ツアーもあるのと、あとフェスもあるのと、あとはそのアイドルズがあるのと、いろいろと、わ、夏休み？分かんないけど、プール行きたいって毎年言ってるんですけど行ってないんですよね昨日お母さんと電話してて、なんかプールに行きたいって話をしてたんですよ。そしたらなんか行ってきなさいよあんたって言われて、でなんかあそこにあるやないみたいに言われて、なんかファミリープールみたいな、もう私その水着持ってなくって、水着持ってないって言ったら、なんか中学校の時に来たのがあるやないって言われて、私そんなファミリープールですく水みたいなんで一人で行ったらもうちょっとめっちゃ浮くやないですか。中学校の時、授業あった？あったよくない？私あったんや。でもスライダーとか滑りたいもん。なんかビキニ取れるよっていうコメントおもろい
何スライダー滑った後ビキニがなくなるってこと。ビキニで滑ったら着てた水着がどっか行くってこと。そんなことある？それは着てる意味があまりない。探さないといけない。あるある？え、そうなの？みんなビキニ着てないでしょ？着てるの？ないないでしょ。すっごいスライダーだね、それはもう。ありがとう。うん、いや着ないんだよね、持ってない。ワンピース、ワンピース型の、なんか最近めっちゃおしゃれなの多いよね。なんかさ、その洋服、服、なんか服が、 服のブランドが出してる水着とかあって、いやなんかすごいおしゃれ。でもな、買うことないんだよね。でも買って来て行ったとしても写真が載せれんし、みんなに報告だけしかできん。写真は載せれん。ありがとその可能性ないわ。壇上呼ぶ時間になった。なんで、やっぱりそういうのはなんかなんだろう、写真集とか出すってなった時とかになんかバーンってしたいっていうただの願望。っていうね。ってことでちょっと壇上部、きなぺこさん、福太郎さん、ビタミンさん、中村大好きマンさん、元町さん、マンモスビアさん、リックス長さん、ひょうさん、ゆずききさん、くまねパパさん、刀剣太郎くんさん、コペンさん、りょうちゃんさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ、おやすみ、みみ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 み。セミか、よくわかったね、セミのモノマネ。もうすぐセミが鳴き始める頃。おやすみなさいませ。